はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。トロピコ5、チーズ王への道ですね、続きをやっていきたいと思います。で、今のところですね、チーズの収益が12万のうち2万2000しか、作れてはいないんですけれども、お金がね、貯まってきたから、あとは大量生産状態ができれば持っていけるかな。任期は4年と4ヶ月ですね。で、やることとしては、今のところちょっと港を4つ保有するっていうのをやりたいので、これもう即作っちゃっていいかな。2500円金あるしね、やろう金に物を言わせよう。これで港が4つできたんで交易はいけるはず。あなたの努力のおかげで革命の機運が高まってきています。これは新しい交易ルートでいいでしょう。どんどん新しい交易ルートを入手して、コーヒーだね、コーヒーをどんどん、輸出していこう。コーヒー畑は結構いっぱいあるんで。で、これどういうことかっていうと、輸送時間が3ヶ月かかって1000ユニットにつき多分1690円手に入ると。で、送料としては、2万5000までいけるというような感じで、これを3席でこなすというところですね。要は3倍の速度で輸出するので、なくなるのもね3倍早いっていったところだとは思うんですけれども。で、これは運送業者、即座に建設するほどでもないよね。あとはちょっと待ちかな。そうだね、砦をもう一個作っておこう。なんかね、海賊とかがね攻めてくるんですよね。じゃあ砦は、適当でここら辺でいっかもうちょっと立てておこう。どうしようかな。ちょっと、陛下は非常に困難な任務の遂行者としてあなたを指名されました。成功すればあなたに称号を授けるとおっしゃっています。数人のスイス人貴族がトロピコのチーズを試食したところ、彼らはチーズに穴がないことに動転し、陛下に戦争を仕掛けると言って詰め寄ってきたそうです。この危機を回避するため、陛下はスイスチーズをサンプルとして輸入し、今後の生産に生かすべき研究せよとのご命令を下されました。効果、すべてのチーズ工場が生産を停止します。あ、これね、ゲームオーバーになった時もあったんですけど、これ超きついんですよね。目的、チーズを1枚輸入する、報酬、チーズ工場が生産を再開し任期が12ヶ月延長される。ヒント、新しいチーズの輸入ルートが追加されますということって、ちょっと時を止めて、これはね、もう輸入にすべてを託した方がいいんですよね。ちょっと一旦ここら辺の交易線は全部解除して、船が今4隻あるんですよ。で、そのうち、チーズですね、ただチーズは2つありますと、1000ユニットにつき2938円で輸入できるのと、1000ユニットにつき、1959円で輸入できるのがあるんで、もちろんこれはこっちに船を割り当てましょう。で、数量としては1万ユニットまでいけるんで、ちょうど1万ユニットがここに、4隻だね。3ヶ月につき4000入ってくると思うんで、3ヶ月につき4000でしょ、6ヶ月で8000、9ヶ月かかるか。だから1万ユニットに到達するのに。で、そうすると輸入してるんでお金がかかるんですよ。輸入してるとお金がかかるんで、どうしよう、港だな、やっぱり。ちょっと輸出用の港を強化しよう。システムを発明しました。これはあらゆるものを円滑にする大きな可能性を秘めたシステムです。人々は熱狂し、どんどん仕組みを複雑化させていくでしょう。まるでシステムそのものが自ら成長しようとするかのように。で、布告ですね。これ国民調査とか街づくり計画、建築計画がアンロックされましたと。ちょっと見るだけ見てみますか。布告っていうのはどういうことかっていうと、ここでいろいろね命令ができるんですよ。住民が食料にお金を支払わなければならなくなりますとか、軍隊訓練とかね。あ、これ結構いいよね。そういえば今後5年間すべての部隊の能力が向上します。限界令かな。選挙が行われなくなり、犯罪や自由度、観光事業が減少し、製造系の建造物の効果が低下しますと。施工時に社会不安が増加し、その後1年に1回ずつ社会不安が増加しますと。選挙が行われなくなるんですけれども、いろいろマイナス面も出るよというところとかね、そういうのがいろいろあるんですけど、まずはちょっと港を2つ作ろう。ここと、もう1個港、ここに作って、で、道路をつなげましょう。何はともあれ道路をつなげる。
あとはここも道路をつなげ、お、曲がってしまった、つなげて、なんとなくだけどさこれ横に敷いとく、こっちにも行けるよ的な。そら、これ1回ずつここでやんないといけないんだね。よし、 OK。 で、港どうする？45,000円、2500円でいけるんだったらもう即建設しよう。で、輸出業をまた再開しましょう。よし、建設 OK で、今全部のチーズを輸入している状態にあるんで、コーヒーですね、コーヒー2つを輸出に回しましょう。これで多少賄えるかな。コーヒーで、右のタスクのうち、輸入したチーズ1万分の0なんで、これがね1万になれば OK と。陛下はあなたの島についてもっとよく知りたがっております。何人かを派遣してもう少し島を探索してみてはいかがですかな。自分が最初の探索に赴いた時のことはよく覚えています。我々は蛇が救う沼地を越え、パナマ黄金ガエルを捕まえるためにジャングルの奥深くまで入っていったものでした。良き思い出ですな、ということで、まあ、探検隊の派遣自体は全然楽なんで、じゃあ派遣しましょう。どうしようかな、こっち側に派遣するか。で、あとね、そう、砂糖農園もね3つ作んなきゃいけないんですけど、38,000円か、いけるか。砂糖農園って、農園っていくらだっけ。4500くらい使うか。砂糖農園はだいぶちょっとこっち側が赤くなってんね。そうなるとこっちの方にやっぱりあれか、こっちはね緑だけどさ、ちょっと無理だよね、地形的にも場所がない。ここら辺真っ赤っかだな。じゃあちょっとこっちの方に伸ばす。じゃあここに1個作ろう。ここに1個作りましょう。あと探検隊がちょっとここら辺の未開の地域を発掘してくれるまで時間を開かなきゃいけないんですけど、そもそも道路をねまたつなげないといけないんで、こっちの方に道路をつなげて、あとここも道路をつなげて、とにかくね輸入は3ヶ月ごとなんで、輸出されましたと。これはコーヒーですね。探検隊が非常に風変わりで大きな耳をした有袋類を発見したようです。さて、なんて名前をつけましょう。名前がいっぱいあってよくわかんないけど、王の名前をつける。任期6ヶ月延長、あ、いいね。一族の名前をつけるとお金が手に入るけど、これは任期にしましょう。チーズの輸入にねだいぶ時間を取られるんで、よし、ここら辺が空いたね。ということはまた砂糖農園が、あれ、これ何作ったの。ちょっと待って、やべ、コーヒー作っちゃったよ。これ作物変更できるんですよ間違えちゃった、砂糖にしよう。あ、ってことはさ、こっちじゃなくてもよかったのかね、砂糖だったら。あ、全然よかったわ、こっちの方でも大丈夫だわ。こっちの方に作ろう。じゃあここに1個作るか。そうすると砂糖で、もう一個砂糖を作りたいんで、あ、間違えたこれはね建設中止しましょう。もうすぐ間違えるな。だからよ。そうするとこっちの方に道路を一個敷けばいいんだ。道路を一個こう敷いて、で、農園、砂糖をこの向きでこっちの方かな、敷けば大丈夫ですね。で、そうするとよ、輸送業者って今どこにあるんだっけ。ここに1個輸送業者作ったんだけど、これはコーヒー用の輸送業者なんで、こっちの方にもまた最終的にはチーズ量産体制の工場を作りたいからね。工場っていうかさまあ3つともただ作るだけなんだけど、これあれかな、なんか
つなげちゃうとダメ？なんかちょっと質が悪くなってんね。緑がなくなるからか。周りに緑があった方がいいってことは少し農場を離した方がいいのかな。あ、輸入したチーズが6000になってますね。で、砂糖農園も1個できたし、あとはちょっとチーズの輸入を待つ感じかな。お金が減ってってるね。26000円、めっちゃ輸入してるからな。我々トロピコを率いる者たちは、この国に暮らす者たちがこの国の法に従い、自由と平和、愛、相互理解、シエスタ、秘密のスイス銀行口座といったトロピコの伝統的価値観を守り続けることを求め、ここにトロピコの最初の憲法を制定するものである。独立への支援が増加しますと。また独立はね、関係ないからね今回。砂糖農園も2つ出来上がったんで、あとはここか。これが出来上がればタスクは完了で、輸入した地図ももう9000になってるんで、次の3ヶ月目を迎えれば、まあ、1万2000になるかってことはよ。これ別にあれだよね、まあいっか、1万2000にする必要はないんだけど、めんどくさいから。我々がチーズに加えた新たなフレーバーに関して味の専門家に意見してもらい、世界のチーズ市場における競争力を高めましょう。しかし気をつけてください。人々の好みとは非常に移ろいやすいものですからな。で、砂糖発酵チーズに関しては海賊ですね。海賊たちはチーズを一口かじっただけで完全に出来上がってしまい、3日間にわたって町の酒場や商館で乱痴騒ぎを繰り広げました。それもシラフに戻った船長は大量の金塊を渡して我々のチーズを購入していったようです。1万円を獲得し、チーズの基本価格が上昇しますと。 OK、 金が手に入ったのはマジでかい。で、あとはこの輸入したチーズが1万になれば完全量産体制に入る。我々トロピコの民は、銃の所持こそがより安全な社会への道であることを信じるものであります。銃が必要ですと言ってるんですけど、これは別に革命派の支持が上昇するだけだからね、いいでしょう、やんなくて。放棄します。こっちの方もう少し探索増やす。まあいっか、ここら辺で大丈夫かな。チーズのね、収益がまだ3万4000だからね。で、残り3年くらいでしょ。あ、でもこれであなたの業績を称えるため、この表彰状を渡すようにと陛下より仰せつかっています。よし、任期の延長とチーズの生産再開と。ここからもう少し、じゃミルクとチーズ工場を増やしましょう。牧場、ミルク、うわ、ミルク、こっちの方に行かないとダメか。こっちの方だな。で、道路をまたつなげるか。牧場は少しあれだね、やっぱり町から離さないとダメだね。ここに1個作って、で、そうするとまた道路をこっちの方から一旦これでこうつなげるか。バラックがちょっと犠牲になるけどしょうがない。立ち退きをしてもらおう。で、こうでしょ。で、一応ここはやっぱりつなげておく必要はあるから、道路でしょ。で、さらに牧場全部で3つ作るか。やっぱり緑はね、多分残しておかないといけないから、少しね離した方がいいと思うんだよね。区画的にはこの大きさで、ここら辺に1個作ろう。で、さらにここを道路でつなげないといけないと。ほい。で、あともう一個作りましょう。もう一個、お金はそれなりにあるんで。で、じゃあ、あとここか、ここら辺に、ちょっと待ってね。なんとなくこう形にこだわるからね。で、道路を見えない。あ、間違えた、破壊しちゃったよ。破壊じゃなくて道路。まあ、道路安いからね、いいんだけどさ。こっから、じゃあこっちに伸ばして、こことつなげちゃおう。 OK。 で、運送業者を1個作ろう。ここに、
待って、こっちじゃない、運送業者をここに、こっちにしとこうか、こっちに置いとこう。でさらにここら辺に1個ミルク工場を作ろう。ミルク工場じゃねえや、チーズ工場。チーズ工場は特にあれだよね、大丈夫そうだから、いいや、ここに1個作りましょう。 OK、 これでどうだ、チーズ生産体制。この辺はどうなったっけ、予算上げよう。でこれも使おう。うわ、1万9000円か、まあいいや、予算上げよう。でこれで予算上げて、でこれはやってあるか。あとはもうチーズの輸入は必要ないんで、コーヒーをジャカジャカ輸出しよう。よし、これでいいや。どうだ、コーヒーを輸出して、これを予算上げて、これもやって、どんどん輸出するんだ。うちのコーヒー事情どうなってる、予算あげようか。これもやろう、豆の加工処理。今お前らがうちの国家財政の全てを担っているからな。よし、お金は増えてってる感じがする。増えてるよね。で、多肉ができましたね。革命には人々の支持が必要です。そしてどういう理由か私には全く不明ながら、人々は宗教を求めています。彼らに信仰の場を与えてやりましょう。独立を宣言するには民衆の 51% の支持が必要ですということなんですけれども、これも別に放棄しよう。やる必要はない。私は陛下にチーズを送らなければならないんだ。で今6万6000まで来てるんで、半分、3年6ヶ月か。ここのね、チーズ生産工場が全て稼働すればいけそうな気がするな。もちろん予算も割り当てよう。これもやろう。どうなってる、ここもチーズ工場は予算は手を。でバターなんとか機ここ大丈夫、予算は上げてるよね。よし、お金も6万、コーヒーの輸出がだいぶ効いてるかな。そうするといい感じで進んでるね。あとはなんかな、こういう時に限ってなんか海賊とかが来たりするんだよね。正体作っておく、取り出がないとね対応してくれないんで。でここも予算を上げて、これでしょ、 OK。 で運送業者もちょっと予算を上げよう。いまいましい海賊どもがあなたの所有物を盗みに現れました。やつらはこの島の豊かさをどこかで聞きつけたに違いありません。早く撃退しないと建造物が燃やされてしまいます。部隊を使って建造物を防衛し、海賊どもを撃退してくださいと言ってるんだけど、どっから来た？あれどこにいる？あ、こっちか。今砦が2つの王宮が1だから3部隊。あ、ちょっと待って、早く行けひどい、俺のコーヒーをやめてくれ、早く。 OK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  戦闘開始。もう1部隊、もう1部隊どこ行った？遅くねえか。早く来い。あ、でも倒せるかな。綺麗な、完全に白兵戦だな。増援部隊到着、撃て。2部隊と1部隊だったら海賊ごとき倒せるでしょ。お、来たね、3部隊合流完了、包囲しろ。我が部隊の圧勝だな。そしてチーズの収益ももう大丈夫だね。これはもう終わるな。またしても収益 OK 収めましたな。あなたはカリブ海最高のチーズ王であることを証明しました。トロピコ人は将来の生きがいを与えてくださったあなたの名前を永遠に忘れないでしょう。またしても偉大なる勝利を収めましたな。人々は歓声を上げて喜んで、あるいは喜んでいるふりをしていますとか。プレイを続ける、メインメニューに戻る。ん、これはもう終わりだから別にメインメニューに戻っていいのかな。まあ、いいか、メインメニューに戻りましょう。一族名を入力、これよくわかんないんだよね。まあミカミックスで OK だから、これでミッションはクリアした。クリアしたの、これ。クリアしたんだよね。なんかチーズ王への道しかないんだけど、
で、じゃあとりあえず、ミッションのチーズ王への道が終わったんで、まあ、これでね、チュートリアルと合わせて、まあ、このトロピコっていうゲームがどういう風に進んでいくのかっていうのが、まあ、大体分かったと思います。で今までの、まあ、知識を駆使して、次回からはちょっとこちらのね、キャンペーンモードビバプレジデンテ、トロピコ5のメインキャンペーンですということで、やっていきたいと思います。まあ難易度はどうしようかね、一つだけ上げるまあちょっとそれは次回考えていきたいと思います。じゃあ次回ビバプレジデンテでお会いいたしましょう。最後までご視聴ありがとうございました。はい、最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録をお願いいたします。パソコンの方は動画右下の登録ボタンから、スマホの方は動画の説明欄から登録が可能です。またツイッターではツイッター限定の動画も配信しておりますので、ぜひこちらの方もフォローをお願いいたします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。